イタカの営業所大阪シティバス。イタカの営業所は、大阪府大阪市東淀川区イタカのにある、大阪シティバスの営業所である。バス側面及び後面窓ガラスに貼られる、所属営業所を示すシールの表記は、いである。業務などは、大阪市 A バス時代に引き続き南海バスに委託されている。主として、東淀川区を通る路線を担当しており、奏者は、イタカノと上、 新城駅で行っている。板鹿の南口停留所と江口橋停留所は、大阪市と摂津市の市境を挟んで設置されているが、いずれも大阪市側に位置しており、大阪市ティバスは、摂津市を通過しない。1964年に、大阪市交通局の営業所として開設された。2007年1月8日のダイヤ改正以前は、 森口車庫や新森公園で走車する路線も受け持っていたが、この改正の際に、これらの路線は森口営業所のみの担当となった。その後、2010年3月28日より、森口車庫で走車する路線の担当が復活している。また、2011年4月1日より、古市営業所の廃止に伴い営業所の赤バスの運行も一部で開始されたが、 2013年3月31日で廃止された。大阪市交通局の民営化に伴い、2018年3月31日に大阪市営バスの営業所としての業務を終了。翌4月1日に大阪市ティバスへ譲渡され、同社の営業所となった。2014年4月1日に終点の手前にある大阪駅前を曽根崎警察署と改名した。 2014年4月1日に終点の手前にある大阪駅前を曽根崎警察署と解明した不正駅前ロータリーにて写真の車両は当時東成営業所所属で現在はすでに廃車転属済み93系統の側面幕現在は中津営業所と鳥島営業所の共同担当となっている2010年3月28日に 古市営業所が廃止されて以降担当路線を長吉営業所や住江営業所で埋め合わせる状況が続いていたため赤バスの回送距離が大幅に伸びてしまう問題が生じていたこのため2011年4月1日より一部路線を伊鷹の営業所で担当することとなった2013年4月1日のダイヤ改正運行経路変更により 夏季のうち西淡宿役所以外の系統が廃止された。西淡宿役所系統は、現在一般バス11号系統として走っている。2017年5月現在は、大型車と中型車が配置されている。メーカーは、2002年の路線再編以前は、大型車、中型車とも、三菱自動車制に統一されていたが、車両の転属や経年での置き換えが進行し、現在は、 大型車が、いすズ自動車製、日野自動車製、UD トラックス製が、中型車は、日野製が配置されている。かつては、赤バス車両として、オムニノーバマルチライダー、メルセデスベンツトランスポーター T1N、日野、ポンチョが配置されていた。ありがとうございます。